動きは、いやそんなはずは。
決定。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。ミラクルバーガーだ。君の勝ちだ。連携効果で戦闘力が上がったぞ。いい攻撃だ。君、今の試合を見させてもらったよ。すごいプレーだったね。俺はグレートサイヤマン3号。君と同じスーパードラゴンボールヒーローズプレイヤーさ。攻撃に参加するカードを決めるんだ。アタックエリアにカードを置くと、置いたカードは攻撃に参加できるぞ。ここがアタックエリアだ。まずはお互い3枚のカードを攻撃に出して戦ってみようか。
ックエリアにカードを置いたね。 A ボタンを押せばいよいよバトルスタートだ。よし、作戦決定。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。君のチームの攻撃だ。チャージインパクトバトルが発生したぞ。ゲージを多く残せた方が勝つ。タイミング押しの勝負だ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。君の勝ちだ。やるじゃないか。チャージインパクトに勝利すると相手にダメージを与えられるぞ。右上に表示されている俺の体力をゼロにしたら君の勝ちだ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。ガード成功。敵の攻撃時にチャージインパクトで勝利すると攻撃をガードできるぞ。ラウンド2。バトルの先行後攻は戦闘力で決まるんだ。戦闘力を見ながらカードを自由に動かしてみよう。前に行くたびに気力ゲージを1メモリ消費して戦闘力が上がるぞ。それでは戦闘力が1万2000以上にできるか試してみせてくれ。戦闘力1万2000以上、さすがだ。では、A ボタンを押して勝負するぞ。よし、作戦決定。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が成功だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。まさかここまでとは。ゲージを最大で止めるとパーフェクトになるぞ。パーフェクトが出ると攻撃時には相手に与えるダメージがアップすると、防御時には受けるダメージを減らすことができるぞ。チャージインパクトバトルではいかにパーフェクトを出せるかが重要だ。君の勝ちだ。連携効果で戦闘力が上がったと。やるじゃないか。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。前のラウンドで気力を消費したので気力が少ないカードが多いみたいだ。そのまま戦ってもいいバトルは期待できないな。気力がないと戦闘力を上げられないし、何より気力が少ないまま敵の攻撃を受けると気絶してしまうんだ。そう、気絶したカードは攻撃できなくなるし、敵の攻撃を受けると2倍のダメージを食らってしまうから注意が必要だ。だからサポートエリアでしっかり気力を回復することも忘れないようにしよう。ここがサポートエリアだ。一旦
サポートエリアに戻して気力を回復してみようか。おっと、大事なことを伝え忘れていたよ。アタックエリアが空だと敵からの攻撃で受けるダメージが2倍になってしまう。好きなカードを1枚だけアタックエリアに出しておこう。移動が終わったね。完璧だ。では A ボタンを押して勝負の続きだ。よし、作戦決定。しまった、敵の戦闘力がこちらを上回って、敵が先行だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。いい攻撃だ。ラウンド4。気力も十分回復できたようだし、そろそろ必殺技での必殺技を使うには、ヒーローエナジーを貯める、ヒーローエナジーを貯める鍵は戦闘力だ。どうするかわかるかな。戦闘力が3000を超えたので、ヒーローエナジーを獲得したぞ。残りのカードも使ってヒーローエナジーを3個貯めてみせてくれ。必殺技の発動に必要なヒーローエナジーの数はカードによって違うんだ。そうだね。よし、これで必殺技を使う準備は整う。このラウンドで決着をつけるぞ。 A ボタンを押して全力で勝負だ。よし、作戦決定。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。必殺技はチャージインパクトバトルで勝利すると発動できる。このチャージインパクトは特に勝敗を左右するぞ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。まさか
すまない。試合の続きはまた後だ。大丈夫だったかい？君の力を貸してほしい。